ある。柴田他にも。僕ですか。あ、うん、僕あ一個ありますけど、うん、あの誕生日ケーキあるじゃないですか、うん、誕生日ケーキって年齢のね分ろうそく立てるじゃないですか。はいはい。で年齢の分火つけて、はいはい、これが年齢やでってやるじゃないですか。うんうん。やのに歌歌った後自分の年齢の火ふって消さないといけないじゃないですか。はいはい。これよくわかんないんですよ僕。え、なんで消したくない、消したくないでしょ自分の火。あ、燃え続けてほしいってことか。いや、そう、その自分の年齢の日やのに、なんか歌歌った後なんかふーってする自分の年齢の日消すじゃないですか。なるほどな。めっちゃおかしくないですかあれ。あ、命の灯火が消えるみたいなこと。そう、そうでしょ。だって年齢の分つけてるから命の灯火じゃないですかあれ。だからあれほんまは、わかったわかった。だから例えば柴田は何歳だっけ。27です。27歳の誕生日は26本つけといて、風で新しい自分でってことだな、お前は。ああ、なるほど。それやったら、なんか、さようなら26歳っていうことでええんじゃん。いや、でそれもなんか悲しくないですか、なんか。いや、なんか、お前でもな、それでもな、そうは言うけどな、はい。あれなんかってさ、あれがあるから、つけて一回暗くしたりとかさ、はいはいはい。時には、なんか普通にみんなで飲んでる時に、急に暗くなってさ、おいな、どうしたんって言ったら、ハッピーバースデーでサプライズ感来るやん。あれ消したタイミングでなんか普通にみんなでなんか終わる飲んでる時に急に消されてどうしたどうしたって言ったら終わる。あ、誕生日やったらあの入りができへんなんの。ああ、いやまあそうですけど、ま、それもお前何もなかったらさ、ろうそくもついてないのに、あの普通に居酒屋に出る時にケーキ持ってきた時におーって入ってきた時に、いやちょっと待って今こっち大事な話があるからってこう遮られるやっぱいやそれにしても消し方あるというか、うん、なんかそのそれ用のなんかそのケースがあって、そこに入れると入れとくと、そのろうそくを誕生日用のろうそくがろうそく入れを業者が作ってくれて、なんかそう入れとくとかね、ろうそく消さずに あれ悲しいんですよ僕は。その自分の灯火を自分で消す瞬間が、いやあれはあれで情緒あんねんって。ライターつけるときになんかろうそくの芯がへばりついて全然つけへんことで自分の手が熱々になったりとかね、もうそれそれでちっちゃい時の思いになるのよいやでもいらないですねあれは。まあ確かにでも、うん、その火を消すっていうのは確かになんか言われてみてあっと思ったね僕今。あ、ええとこ見つけたなっていうかね、うん、これ見つけましたよね。見つけてるね。だからそれは思った、はい、ちょっといい俺じゃあ、最近の許せへん話ね。ゲームセンターちょっと緊張感なくなってんちゃうかなと思ってほんまにゲームセンターの緊張感がない。なんか全然ゲームセンターって今緊張感ないくない？どういうことですか緊張感。いや俺らの時のゲームセンターって緊張感がすごいあったんですよ。はい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 。なんかまずゲームセンター入るときにちょっと悪いやつおらへんかなみたいな、不良おらへんかなみたいな、まずもうそのはちょっと一瞬ちょっと力入れて大丈夫かなみたいなんで、はい、あ、その不良のたまり場みたいになってたとか。たまり場というかまあなんかちょっとこう男の戦場じゃないけど、はい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 、今って結構そのなんていうかこうゲームがなん、まあ、家で簡単にできてしまうから一気の重みがないというか、まあ、例えばシューティングやめたら一気二気三気って言うんかよ自分の。はいはいはい、はい、で昔のゲームセンターってもう3機しかないやつでごっつ緊張しとったで。もうこれお金入れてもうこれは入れて自分のプレイをした瞬間がもうこれは自分の戦闘機だと、はいはいはい、もう自分の所有物だっていうぐらいの気持ちで相手の打ってくる球をもう自分自身がコックピット乗ってるかのように避けてたもんねやっぱもうだって命ですもんね。命やから自分も乗ってる、うんうん、なるほどなるほど。に対してもう時にはこう避けるけど後ろに行ったら引いた場合はやられるから、あえて前に行って前からこう避けに行ったりとか弾に対して突っ込んでいく勇気をもらいつつ、ほんでやで、ね、それで、ね、はいはい、一気触れた時ワンナップした時とかももう嬉しかったもんねあ、確かにワンナップの重みが全然違う。命かけてる分ってことですよね。そう今ってなんか うん、そういう緊張感でゲームセンターには全然見られへんもんね。もうだから中もあるかもしれへんけど、
もうだって行ってないんじゃないですか、若い人が。そんなにね。行ってないんやろね。なんかさ、あるとこにあるらしいんだけど、どこか新宿のどっかとかには、モサが集まるとこあるとか、なんかそういうのあるらしいんだけど、町ごとにあったもんね、僕らの時は。町ごとにやっぱりそのゲームセンターがあって、そこには、やっぱりこう、どっちかなんですよ、生きれんのは。不良で悪いやつか、マジでゲームうまいやつか、どっちかですよ。なんか、あれですよね、昔って、その、ゲームうまいやつが、なんか、生やし立てられて、その、あんまりイケイケじゃないのに、ヤンキーグループに、こう、なんか、ね、気に入られるみたいなのが、ようあったみたいな。そう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 。もう神業みたいな、みたいな、やっぱギャラリーね、うん、俺らとギャラリーやったもん、やっぱもう、一つのやつで、うまいやつの周りも、めっちゃギャラリー集まる、8人ぐらい。で、みんなギャラリー集まって、はいはいはい、うわーってなんねんけど、その達人っていうかね、そいつがどういった瞬間には、もうそのギャラリー離れて、残された次のやつが一人でプレイしてんねんな。サッカーの悲しいですね。あと、ご飯屋さんあるやん。ご飯屋さん、あれ飲食店、はい。飲食店の、あの写真を、美味しそうに撮りすぎやわ。はい美味しそう、なんでなんですか。だってその美味しい方が入りやすいし、その入りたくなるし。いや、俺逆やと思うね。普通で取っといて出てきたら美味しい、はい、うわすごいでと思う。ああ。だからマックス美味しく取るやん。はい。マックス美味しく取ってるから出てきた時に、まあ、それ相当かそれか下になるのよ。ああ。そうはいかへんやん。そういや分かるその感じ、まあ、めっちゃ美味しそうに撮ってるんですよ、色も。そう思ったら、そう思ったら僕は昔の食品サンプルとかで、なんかこう、あれとかが良かったかなって、別にその、ちょっとちゃうもんやんか、前だ、食品サンプルって。それで、まあ、中出てくるのは本物やし、みたいな感じで、今ちょっとなんか盛り、それ女性でも、女性っていうか、人でもそうやん、なんかこう、可愛く撮りすぎてて、ああいうか、はいはい、普通撮っといては綺麗な方がいいやんか、お前ら。でもその普通の写真撮んのもむずないですか、そのどのラインで、その普通のラインがその、どんなんかもわからへんし。ああ、料理の写真？そう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 。だから、普通の写真はもう真横から、か真上から普通に撮るだけ。普通に一回撮るだけ。今ってさ、もう、はい寿司やったらもう寿司の下ぐらいからこういってるやん、なんか写真こういう感じでなんか確かに角度とかもね、なんか角度がなんかもうこういう角度いってる、いやもう普通にこう撮るっていう。あとね、はいはいはい、まあペットで、まあいろんなペットいるけど飼ってる人は飼ってるんやけど、その、はい、大体犬か猫やん。そのなんでかって考えたら、古来から人間が犬をペットにしてて信頼関係が あるんですよ。わかります？飼ってるから、はいはい、で歴史、猫に関しても、うん、古来から人間が猫を大事にして猫との信頼関係を何世代も繰り返してきたわけなんですよ、はいはい、一緒に暮らしてきてっていう、うん、だから今の犬と、うん、まあ、今の猫とのこの信頼関係っていうのは江戸時代からの積み重ねなんですよ。あ、なるほど。江戸時代の時も、もうすでに犬と猫は多分人間と仲良かったし、もっと言うと、もっと昔の、ひょっとしたらもうエジプトぐらいまで行くかもしれないですよ。その信頼関係で言うと。そうですよね。ずっと歴史があるってことですね。で、その中で、山猫みたいな、まあ言うたら山にいてて、人間とは、その、共にしてなかった猫は懐かへん。まあ確かに人慣れはしてないって言いますよね。人慣れしてないやんか。だからね、うん、懐く猫と懐かない猫ってのはまあいてんねんけど、うん、イタチで言うと全般懐かへんやん。そうですね、イタチは懐いてるの見たことないですね。だからあれがほんま鎌倉時代とか、なんか平安時代ぐらいから人間がイタチをめちゃくちゃ大事にして、イタチとの信頼関係を何世代にもわたって作っていったら、現代のイタチはもうめっちゃリビングで、優しいイタチやったんちゃうかなと思うんだよ。何言ってんですか。わかる？いや、わかるじゃない。イタチと猫は同じとこにおった、もともと。同じとこにおったけど、猫と信頼関係を重ねていく数が多かった。イタチは信頼関係ができてないから、できてないまま野生でずっとおったから、今全く懐かへんの。あ、だから、イタチを飼いたかったってことですか、ヤギさんは。
買いたかったし、その買えた可能性があるっていうの、あの古来のね、千年単位でその千年前の人がイタチを可愛がってた、そのまたその子供のイタチが懐いてて、このイタチが人間の中のこの生活に踏み込んでいったと思うの。ほんなそれはイタチだけじゃなくて、俺アライグマでもそうやって、はい、アライグマも今のアライグマも凶暴やから。でもそのそはい、そんなん言い出したら、うん、昔の1000年前ぐらいから人間とね、あの信頼関係気づいとったら家にアライグマおったわけやからね。あーやっぱそうなるんですかね。だって犬がなんでほんなん人間のことをそんなガーってならへんの。優しいね犬って。あー確かに、 あれはもう何世代も何世代 DNA に組み込まれてんのよ、人間と犬の信頼関係が。だからアライグマももう千年とか遡った時に人間と優しくしてたら、ほんまにアライグマが家の洗い物しとったかもしれへんもんね、こうやってずっとこうやって。えず犬でもしてないでしょそれは。こうやって洗い物したかもしれへんね、アライグマ。食器を洗ったかもしれない。そう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 。あ、えでもあれじゃないですか、アライグマもその赤ちゃんの時とか育てたらそのそうはなるんじゃないですか。ラスカだよ。だから、アライグマラスカだ。うん、だからそれはイレギュラーで、もっともっとなんかね、一般的に僕は、なんか、イタチとかアライグマとかって、なんかこう、もう、変えたやろうなと思うし、あと、タヌキとか一方的に化かすとかいうね、そういう言いがかりずっとつけてたわけですよ。多分そんなことしてないと思うんだけどね、タヌキは。化かす、化かすって、何年こっちが。言いがかりつけてさ、別に分からへんだよ、ほんまから。タヌキ側からしたら確かに言いがかりですよね。だそれは中にはおったかもしれんけど、それは一部のタヌキだ。全部は全部爆発わけじゃないし、ずっと何世代にもわたってさ、もうあいつを爆発とか、そうやろ。確かに確かに確かに。どんだけ何世代にわたってこう、言いがかりつけんやろっていうのはありますね、本当。そこは怒ってるんですね、八木さん。はい、うん。まあちょっとね、今回こういうね、またちょっとね、あの許せんことあったらここで吐き出したいと思います。あ、わかりました。僕も貯めておきます。